ロチやめおかの弟でございます。今回は兄が皆様に大変ご迷惑をおかけいたしまして、弟ともども深く反省しております。このようなことは二度と起こらないように兄弟揃って注意して生活いたしますので、兄に代わりまして弟が謝罪ということでよろしくお願いしたいと思います。普段はファンにはとても優しく、後輩にもとびきり優しい先輩です。人柄も人格も何も問題はない兄ですが、今回は皆様のご奮心ご憤慨多数いただきまして恥ずかしい限りでございます。もう芸能界なんかやめちまえ、やめて真っ当な道を歩け、散々家族でも兄弟でも進めたんですが、本人決めた通りの道を行きたいということで通してきた結果がこのような結果でございます。気持ちいい。思えば兄弟で手を取り合っていろんなことをやらせていただきました。普通の方はできないような経験も散々させていただきました。とてもありがたく思っております。先輩をはじめ同僚の皆様、本当に優しくしていただいてありがとうございました。今後の身の振り方はまた兄弟でよく話し合いをして、何が一番いいのかよくそれを判断しながら進めていきたいと思っております。いや、どうも、ありがとうございました。